同行者と思われる子供とブレイド一体は逃しましたが、手配書の娘とそのブレイドは捕らえることができました。引き続き町の治安維持に。ねえパクス君、僕が何て言ったか覚えてる？は？僕は水玉色のコアクリスタルを持ったブレイドを捕らえろって言ったよね。誰も手配書の、それも賞金1万5000程度の小娘を捕らえろなんて言ってないよね。ですが、彼のものはイーラの。大事なことだからもう一回言おうか。僕は水玉色のコアクリスタルを。あの毛布様。何？水玉色とはどういった色なのでしょうか。緑色。緑、わかる？これ、この色、これが緑色。見えてる？ちゃんと見えてる？ああ、緑色。あ、そうでしたか。水玉とは緑色の。もうバカ！水玉色のブライトなんてまずいないでしょ。一目瞭然でしょ。それをあんな猫型の普通のブレイト。お言葉ですが、あれは猫型ではなく虎型。うるさいバカ。モウ様。何？ノックぐらいなさい。失礼いたしました。モウ様、メレフ様が。え？本国からメレフ特別執権官がたった今。今？港に到着されました。なんですって。こんなところに家が。ここは裏口も、玄関は向こうにちゃんとあるも。ほんとだ。うひゃ、下雲海じゃないか。それも結構高い。見晴らしいも。ドラ、そこから雲海を見るの大好きなんだも。素敵なお家ですね。もふふ。ところで、レックスの兄貴。兄貴？助けたも一つの理由なんだけども、実はトラ、ドライバーと仲良くなりたかったんだもん。へえ、トラドライバーに興味あるんだ。当然だもん。ブレードと一心同体になってすんごい力を使えるドライバーはすんごいんだもん。レックスの兄貴のお供になりたいんだもん。ねえトラ、その兄貴って呼び方なんとかならない？どうしても？いや俺まだ新米ドライバーだしさ、兄貴っていうのとはちょっと違うかなって。新米でもドライバーはドライバーだもん。偉いんだもん。威張り散らすもん。威張り散らしはしないけど。よし、わかった。兄貴って呼びたいなら止めないよ。でもお供とかじゃなくて友達になろうぜ。ほんとかも。トラ、兄貴のお友達になるも。やったも。なんだか変わったやつだな。そうだトラ、この町のことを詳しい？もも、軍に捕まった人がどこに連れて行かれるのか知りたいんだ。レックス、もしかしてニアたちを？ニアとビャッコを助けなくちゃ。
やはりそうきたか。それって兄貴と一緒にいたドライバーとブレードのことかも。そうさ。それは町でいろいろと情報を手に入れないとわからないもん。それよか、まずはご飯食べるもん。運動した後はご飯食べないと考えまとまらないもん。わしも腹が減ったぞ。ご飯は後でいいよ。今はニアとビャッコの居場所を知りたいんだ。ほら、やっぱ兄貴もお腹グーグーだもん。しょうがないだろ。よかったら私何か作りましょうか。ホムラ、料理できるの？煮物、焼き物、蒸し物、揚げ物、火を使った料理なら何でもござれです。おお。かき氷とかはちょっと苦手かも。まあそうだよね。